はい、木の店三目です。これはね、杉ですね。これはね、秋田の、名木市場で、そうですね、素材の板の状態で仕入れたものになります。まあ、そこから、しばらく寝かせておいて今回ね、仕上げることになりました。サイズの方が長さが1770あります。そして、ね、ここの端のところが730、そして、この板の真ん中のあたりが740ですね。だいたい同じような感じでずっと来てて、でここの、切り落としされる直前ですね、ここがね一番広いところなんですね。そこの部分で770あります。そしてここがねぐっとこう斜めに、カットされているので、一番狭いところがここの端のところですね。ここが680になります。厚みが57ミリになります。ここがストレートカットになって、もし切られてなかったらもう少しぐーっとね株が張ってたのか、なんとなくここが膨らみがあって、ね、少しこうあのここの正面もねぐーっとこう来てるので、そうですね、あの、まあ、ちょっとね、まあ、残念な感じもなんとなくしますけど、まあ多分ね原木の事情か製材の時のね事情か、そういったので多分ここがねスパッと切られちゃったのかなと思いますね。ここが仕入れた時からもうここがざっくりね確か割れてたと思うんですね。ここはもう割れてて、でパテ埋めをして、ある程度ね、ここは平らになってますね。そしてこちらの上のところもね、そうですね、まあ、芯の影響というよりは普通に、まあ、芯の影響なんでしょうかね。やっぱこうざっくりね、結構大きめな割れが入ってますね。ここも、埋めて平らにはなってます。ここの小口のところも平らに、木でね埋めてますね。芯からはねだいぶ離れた木ではあるんですね。そうですね、まあ、離れたっていうか、もうそうですね、離れてる感じはするけどね、もしかしたら結構もう結構近くに芯があるのかもしれないですね。あの耳の方もねだいぶ直角になって原木の、真ん中な感じもなんとなくしますしね。そうですね、でもまあ芯は入ってない感じで、そうですね、まあ、芯から離れてるようにはねこの辺だけ見るとね、思いますけどね。こちらの小口を見るとね、芯の方からねまだ少しこう離れたところの位置取りのね、そういう部分かなと思いますね。芽摘みもねだいぶ良くて、高樹齢と言ってもねいいくらいの老木かなと思いますね。全体的にはねすごいシンプルな、まあ、板目から中板目っていう感じですかね。まあ、結構両側にま、っすぐなね赤身のマサも入ってて、白田のマサも入っててね、そういった感じで、真ん中がだいたい20センチぐらいの板目がね入ってる感じですね。結構なんかこう境界線のような感じでね、マサ目と板目部分がねスパッとこう分かれた感じに見えますね。そして板目のところがねここが少し濃くなってて、はい、これオイルをね塗ってどんな風な感じになるのか、ぜひね、濡れ色なんかも見ていただきたいなと思います。それではね、オイルの方塗っていきましょう。まずは反対にして木裏から塗ってきます。
次の木裏って結構こう、なんていうかな、吸い込みが多かったりとか、あとは小手刷毛も結構ね、こう止まりながら、なんていうのかな、こう塗りにくい、材面が多いんだけど、今ね見てると結構こう滑らかな感じでね、なんか、そんなに、オイルのね継ぎ足しもなくて、なんかこう滑らかにね塗装化されたのかなと思いますね。リムラがね、こう見えるかなと思うんだけど、大体はこう少しね時間が経つと、全体的なこの今見えてる塗りムラっていうのがもう少しで、気にならなくなるぐらいこう馴染んでくるのかなっていうのが、大体いつも、そういった感じになってるかなと思いますね。この色のね濃く出た部分がなんか結構黒に近くてね、そうですね、なんとなくこう鮮やかなね赤というよりはちょっと少しね、赤黒いというね、そんな感じのキューラーの材面になってますね。キューラーの方はね以上になります。またね反対にして今度は木表を塗っていきます。だいぶねなんかこう塗る前の印象とはね、結構こう違って、赤みの濃いところがね結構だいぶ出てきて、木裏の方もね少しこうまあちょっとね濃いめに出てきたかなっていう風な感じもあったんだけど、木表の方はねさらにこう赤黒い、感じがねぐっと出てきて、特にこの板目のこの辺りですね、ここに特にこう黒いね部分がぐーっと出てますけど、あとはそうですね、この柾目の白田とのね境界線のあたりとか、この辺もそうですね、結構黒いところがこうストライプのような感じに見えてね、そういったところも、すごくねなんかこうぐっとね、ちょっとこう主張する一枚板になったのかなと思いますね。縦埋めしたところも同じような感じでね、柾目に沿って、まあ、割れがこうね乗ってて色が濃くね映ってるんですけど、それも同じような感じで、
同じようにね、こちらも割れてないんだけど、同じようなね、こうストライプのこう黒くね、色の濃いところがこう出た縦筋が同じような感じで見えてるので、その辺がこうねほとんどこう違和感なくね、見えてるのが逆に良、まあ、かったのかなと思いますね。でまた小口もだいぶね色が濃く出てて、板の厚みがこう立体的にねグッと出るね、小口に見えるので、その辺もこう結構小口って意識してね見るところじゃないんだけど、やっぱこう板のね全体的なこう立体感って小口で決まるようなところもあるので、これなんかもね、だいぶ色が濃く出てて、そして年輪も細かくてね、なかなかいい感じでこの一枚板のねこう脇役部分というかね、サブにこう活躍してる感じがしますね。こちらで割れの方が、まあ、板目からのね割れがじゃあこういう風な感じで映ってますね。結構赤みの濃淡がいい感じでね、雰囲気たっぷりに出てて、塗る前とはだいぶ印象が違いますね。いい意味で本当にこう主張した存在感あるね、見え方になったかなと思いますね。耳の方はですね、そんなに大きくね傷ついてるようなところもないし、この辺なんか綺麗にね皮が剥がれて、しかもこの老木のね、樹齢の高い杉によく出るこの耳がねこうシワになってて、その辺がこうねまた渋さをね増してる感じがしますね。この辺なんかちょっとね原木の時に皮が剥がれた面皮が見えちゃった状態で育ってたのか、そんなに違和感がなくね自然な感じに映ってますね。こちらの耳もねすごく雰囲気あって、シワもいい感じでね映ってて、そしてさらにここのグッとね広がってポコッとしたところはね、こういう風な感じの立体的な、ね、ところで、これは面白い部分ですね。でここがねスパッとストレートカット、カットされたところなんだけど、まあ、全体的に見ると、まあ、これはこれでなんかそんなにこう作り込んだというか、 なんか人工的な感じもそんなにはしないのかなと、まあ、木の仕事の、一部で、まあ、そういう風なね形で、製材されたみたいな感じで、仕事のね名残が見えるような感じで、決してそんなにこう違和感がある部分じゃないかなと思いますね。サイズ的にはそうですね、まあ、テーブルダイニングテーブルにもね、使えるかなと思いますね。広さ的にはね80センチまで行ってなくて、まあ広いところでも70センチ中ほどなので、そんなにね大きな、テーブル板ではないんだけど、それでもこう見るとね十分足をね、用意して、まあ、乗せるだけでもいいと思うし、そういった感じで、乗せて使って両面を楽しむ、そしてまあ座卓にしたりとか、重量がある自重のある杉の天板なので、置いて使ってね、表と裏を楽しむっていうのも、ありかなと思います。今回はね杉の一枚板を仕上げてみました。だいぶね、この赤黒い感じにこう仕上がって、そして白田と白田の境界線ですね、白田と赤身の境界線のこのストライプ状のね、濃淡が結構いい感じで見えて、全体的にはすごいね雰囲気ある一枚板になったのかなと思いますね。すごく渋くね仕上がりました。はい、ご視聴ありがとうございます。